えー、この間上げたのは多分クロスハンドの動画だったと思いますけれども、えー、結構しつこくやってますでえー、とまあクロスハンド、えー、やってまああの交互にやったら結構効果あるかなと思ってで今やってるのは、まあ、クロスハンドで打ってでうまく打てたら、えー、その体の動きを忘れないうちに、えーまあ、グリップ普通に戻して打つということをはい。 やってますなのでまずは、えー、クロスハンドで打ちますうんまあ今ぐらいまあまあまあ打てたなと思ったら、えー、その今の体の動きを忘れないようにまあ普通のグリップに戻して、えー、打ちます。はい はい今のはまあまあだったので、はい、グリップ入れ替えます、うん、さあこれを永遠に繰り返します よいしょで、この練習をやってて分かるのが、えーまあ、このこの,背中の、背中左の背中の筋肉の重要性というかこの,辺ですよ、ね、この辺にすごいテンションがかかります。であの クロスハンドでやるときに、まあ、ここから、まあ、こう上げたときに非常すごくここの左の広背筋にテンションがあのかかるので多分そこがやっぱりかかってるということでバックスイングがあの上がりすぎなくちょうど引っ張り合いが作れていると思うので、まあ、だから多分それを、まあ、通常のグリップでやるときもここにテンションを作ってやるっていうことが。 まあ大事まなので上げるときにも,もうここにテンションをかけるとこのぐらいなのでまあそれを意識してはい打つようにまあしています。だからまあちょっと今これ客観的にどう見えるかまあ自分でも楽しみなんですけれどもまあちょっとこれでえとクロスハンドと。 ノーマルのグリップが同じように見えるようにしてからもう一回コースに出てみようかなと思っています。